どうしたんだ、ため息なんかついて。悩みがあるなら相談に乗るぜ。実はね、私の親友が蒼天堀の別の店でキャバ嬢やってるんだけど、喧嘩しちゃってさ。喧嘩？うん、その子がいきなりキャバ嬢辞めるって言い出したから、ちょっと問い詰めちゃって。私思ったこと口にしちゃうタイプだから、傷つけること言っちゃったかもなーって。はあ、マジでどうしよう。素直に謝るのがいいんじゃないか。やっぱそうだよね。ああ、後悔しているのならちゃんとお詫びを入れる。俺の知っている愛花はそんな人間だと思うぜ。そうだね、私の方から謝ってみよっと。キリュウさん、超感謝してる。仲直りができるといいな。しかし、その愛花の友達がキャバ嬢を辞めたがってる理由、確かに気になるな。そうっしょ、もともと超やる気あった子だし、めっちゃ楽しそうにやってたから余計にね。なんかあったのかな。そうかもな。まあ、どれだけ好きな仕事でも辞めたくなるような瞬間は誰にでもあるさ。キリュウさんは仕事を辞めたくなったことってある？実はな、すでに辞めたことがある。とある組織の4代目という役職だったんだが。マジすごいじゃん。4代目って言うとお蕎麦屋とか？まあそういうことにしておくか。キリュウさんはその時なんで辞めたの？嫌になったの？ああ、そういう部分もあったのかもしれねえが、俺がいない方が組織にとってもいいと思ってな。組織にとって？ああ、自分の感情と違っていても誰かのために自分から身を引くってことも世の中にはあるんだ。愛花の友達ももしかしたらそうなのかもしれないぜ。なるほど、キリュウさん超大人。私にはそういう発想なかったわ。キリュウさんに相談してよかった。お役に立てたんなら何よりだ。悩みを相談できたからなんかすっきりしたな。やっぱストレス溜まってたのかもな。普段ストレスはどうやって発散してるんだ？友達と飲んだりとか騒いだりとかかな。私好き勝手自由に生きてるから、そもそもマジ全然ストレス溜まんないんだけどね。確かにそうかもしれないな。キリュウさんは結構溜め込んでそうじゃん。溜まってるなら適度に発散しないとね。じゃあ発散したくなったら、愛花で発散させてもらうとするか。キリュウさん、私で発散って、私に何してほしいのかしら。ああ、困ったら愛花に飲みに付き合ってもらおうと思ってな。なんだ、それならいつでもいいし。紛らわしい言い方マジやめてくれる？すまん。愛花は将来なりたいものとかあるのか？将来か。これってものはないな。私先のこと考えのマジで苦手だし、今生きてる時間が大事だと思うから、その時の気持ちに従おうって。なるほど、愛花らしいな。でも確かに、私5年後とか何してんだろう。
今のままキャバ嬢をやってそうだがな。想像できるな。楽しいからね。楽しめる限りは続けると思うし、自分の気持ちに正直に、それが私のモットーじゃん。そうだな。愛華が楽しく働けるように俺もサポートしていくぜ。マジで期待してるよ、桐生さん。これからもよろしくね。